突撃戦車 A7VU は第一次世界大戦時のドイツ帝国の戦車。イギリス軍の菱形戦車を模倣して作られた。プロトタイプは1918年6月に完成し、1918年9月12日に20両の発注が行われたが、終戦により完成した生産車体はなかった。ドイツ発の戦車である A7V を完成させた。 a 7ボルト委員会であったが、A7V はその車体の高重心の箱型形状から安定性が悪く、調合性能や超包み性能が低いものであった。ドイツ軍では性能改善のためにイギリスが戦場に投入した菱形戦車の情報が求められていたが、1917年11月にカンブレーの戦いで菱形戦車が露革されると、 この形状を模倣した車両を作ることになった。当初は完全なコピー生産も考えられたが、コストの問題から、規制の A7V の部品を流用して、両系戦車に似せた車両を製作することになり、製作には A7V の524号車が流用された。A7VU の社名末尾の U は、有利体の略で、利体が一周する、ひし形の部分に、 箱型の車体が挟まれている形状は、両系戦車をそのまま模倣している。やはり踏襲された、車外左右側面のスポンソンには、それぞれ A7V と同じ 57mm 砲を搭載しており、さらに、LMG08-15 重機関銃を4丁装備、している。未成状態のプロトタイプの写真。足回りが A7V に用いられた。 ホルト式のものであるのが観察できる。足回り機構は A7V のサスペンションやキャタピラ、天輪などの部品がそのまま流用されているため、量系戦車にはなかったサスペンションが存在する。車体中央に設置されたエンジンもダイムラー車製のガソリンエンジンを改良したものが流用され A7V と同様に2機搭載されている。 車体中央上部に突き出る形でキューポラを兼ねた操縦席が設けられており、これは A7V に比して視覚の問題が改良されている。また、搭載する武装に合わせて乗員は18名から7名に減少している。アクロでの走破性を改善することを目指した A7VU であったが、A7V から車体重量は増加しており、 機動性が大きく改善することはなかった。ありがとうございます。